昨夜、ノーブルチームが発見したものにとどまらず、各地で大規模なコブナント群が確認されました。ビエリー地区は機動防衛網も含め、広範囲で攻撃にさらされています。ウィンター非常事態により、全戦線に部隊を送ります。ノーブルチームの偵察により、コブナント群の高性能キャノピーが確認され、さらに増援部隊のための着陸ゾーンも特定されました。部隊の派遣元はまだ確認できません。着陸ゾーンを最優先ターゲットに指定した。思い知らせてやるとするか。了解。ヘッドにシグナルロックします。爆破します。3、2、攻撃です。しっかり捕まって。シックス、聞こえる？無事なの？援護して。向かいます。6です。オーバー。
解。2通報ポイント6への爆撃を許可する。南の道を行ってスパイアがもっとよく見えないか確認して無線で指示する。橋を運び込むから設置が完了したら南西に向かって。橋が設置された。そのままスパイアに向かって。新情報です。コブナントの前哨基地で重要ターゲットが確認されました。エリートのゼロットです。ゼロット？ただごとじゃないわね、リーダー。見逃すなよ。チャンスがあればゼロットを倒せ。だが目標はあくまでもスパイアだぞ。
注意して進んで、シックス。
偵察だ。航空機で輸送する。ジョージがファルコンでそちらに向かっている。 LZ を表示する。リーダー、ここに監視所を設置します。了解。新しい情報を待つ。監視を続けてくれ。通信終了。ノルカ6、途中渓谷で怪しい活動を確認した。見つけたら対応お願います。ANI の情報ではテレポーターのターミナルのようです。テレポーター？リンク先は？ユリエート艦グラフトンがスパイアを攻撃するが、まずは電磁シールドを解除する必要がある。了解。シックス、敵は俺が抑える。なんとかスパイアの頂上へ行け。
出してくれ。コントロール、こちらノーブルワン、第一スパイアは攻撃可能。頼むぞ。了解ノーブルワン。地上の全部隊に次ぐフリゲート318が到着。マックガンによる攻撃が許可された。大気圏内でマックガンも？敵の気は引けるだろう。全員衝撃に備えろ。大型艦が出現。おい、嘘だろ。冗談はやめてくれ。フリゲート艦グラフトン、聞こえますか？グラフトンはやられた。至急ここを脱出するぞ。